妙見の森ケーブルは、兵庫県川西市の黒川駅から、ケーブル三条駅に至るのせ電鉄が運営する、ケーブルカーである。2013年3月16日に、妙見ケーブルから解消した。なお、正式名称は、工作線であるが、国土交通省監修の鉄道要欄に、路線名称は記載されていない。のせ妙見道のある妙見山への足である。 山上へはさらにケーブル山上駅から5分ほど歩いた、ふれあい広場駅から出ている妙見の森リフトに乗り継ぐ。1067ミ、mm、リメートル期間の多い日本のケーブルカーとしては珍しく標準機を採用している。車両は1号車に微笑み、2号車にときめきという愛称がついている。車両は何は高規制で1960年の再開行事の車両である。 通常は20分間隔、他客機は10分間隔の運行である。所要時間は5分。2006年12月から冬季は、年始とのせ明剣道の行事がある2月11日の祝日及び、のせ伝ハイキングの日を除き、週末も含めて運休するようになった。1919年、東谷村、忠村、川西村の有志8名が妙剣山のふもとから、 山条までを結ぶ、妙見工作鉄道を申請したが、乗せ電気軌動も同様の計画を持っていたので、交渉の結果、乗せ電気が妙見工作鉄道の資本金の半分を出資することになった。1922年に工作線の免許状がカ付され、1924年に工作線と乗せ電気妙見駅を連絡すべく、電気鉄道線の免許を得た。 1925年になり完成した工作船は、滝や中間間の下部船と中間妙見山間の上部船からなり、年間約37万人の乗客を運んだが、戦時中に不要不急船として、全船の撤去という浮き目に遭うことになる。ちなみに、この時撤去された上部船の機材は、戦後1956年に開通した。 伊豆箱根鉄道の十国工作船に転用され、現在も1925年の製造当時のまま使用されている。戦後、妙見線の乗客誘致策の一環として、乗せ電気軌動により、下部線が復活され、現在の妙見の森ケーブルとなる。しかし、阪急池田駅から山頂に直通する路線バスの存在や、乗せ妙見道への参拝客自体の減少により、 妙見の森ケーブルリフトの乗客は、戦前の1、2から1、3程度に止まった。野瀬電鉄妙見の森ケーブル、妙見の森リフトそれぞれの駅、乗り場の位置。駅、乗り場名は、右上の四角マークで地図を拡大し、アイコンをクリックして表示される。黒川駅が、ふもと側、ケーブル三条駅が、名前の通り山上側に位置する。戦前の株線の撤去前には、 黒川駅を、滝谷駅、ケーブル三条駅を中間駅と称し、中間駅が下部線と上部線との乗り換え駅となっていた。かつての妙見山駅の位置には、同じ名前で妙見の森リフトの乗り場が設置されている。工作線黒川駅地図、ケーブル三条駅上部線中間駅、妙見山駅。ありがとうございます。